どこまで今こそ象を連れ戻す時だ。ニニ夫人の仕立て屋は好かれるよ。象を連れ戻したところで終わったんじゃなかったの？またやらなきゃダメ？どこまで戻った？これセーブしたんだけどな。ジョンの日記見ても、どこまで戻った？液体からフェロモン抽出した。あれ、これ象？象を捕まえる前に戻ってる？もしかして。めっちゃ必死こいて、時間ないって言いながらやったのに？ 嘘でしょ？見てて、ゲイテトトトトト、ゾウの鳴き声と動物の気を引く強い匂いと布を手に入れた。ガス詰め込もう。汽笛を手に入れた。繁殖期を迎えた。哺乳類のような音が出る。セオドアの部屋にある香水が抽出したフェロモンでゾウの気を引くことができる。必要なものは全て揃っ、ゾウをおびき出すことに成功しただよね。あ、びっくりした。ってことは、ゾウを見に行くのか。どこまでできてんのかが分からん。家の庭でセーブしたんだけどな。サクサク行かないといけないのに。できるところはサクサクとしないとね。ほい。家でしょ？あ、ゾウいるいる。一応なんか見とく？なんかあるかな？ないよね。ゾウ見ればいいんだよね。あ。怪我してるゾウ。目を怪我してる。長押し。森を駆け抜ける際に怪我を負った。ってことは自分で怪我したんだな。これが気になってんだけど。見れねえ。ここも？落ち着いてて従順、紳士的な像だ。え、絶対これだしょ、これだしょ？もうここに。これ。誰の矢だ？どっちの矢だ？背中に羽がついている。針の中に何か入っている。手がかりになるかもしれない。
あと1個だな。あと1個どこだ？The left tusk is 左 larger の and 牙 more の方が worn 大きく than すa り切れ left てい tusked る。elephant. 君は左利きのようだな。え、それが関係するの？左利き。左利きが関係する。庭の証拠がさ、黄色なんだよな。なんか一個足りないんだよな、庭の証拠。庭ってここのことでしょ？峠の家、ゴライアスの発見現場、ギルデンの庭。これが一個なんか抜けてんのがさ、もう回収不可なのかな。何が抜けてんだろう、なんか一個。ギルデンの庭ってここじゃないのかな。なんか調べてないことあるのかな。何を調べてないんだろうね、一個。え、でもギルデンの庭ってどこ？Hog Heaven。わあ、すべての証拠を回収した。え？ 今のだったんだ。ちょっと待って、どうなってんの？素晴らしい。成功した。これか。ゴライアスの体に矢が刺さっていることに気づいた。矢には正体不明の物質が混入しているようだ。化学分析だな。これね、ちょっとやり方が、これ化学操作を3回使えるってことなんですよね。で、赤さん、三角さん。赤さん、緑さん。何で赤さん、緑さん？だから青が入ってるのはとりあえず使わないよね。あ、これでいいじゃん。赤さんと、違うわ、これ。緑マイナス3か。私、これでいいんかと思ったけど。違うよね、緑マイナス3にしなきゃいけないんだよ。ちょっと待って、あ、消しちゃった。いや、でもやり方は分かったんだ。緑をマイナス3にするにはマイナス5を使わなきゃいけないから、ちょっと待って。だからにこれも使っていいんだ。え、違うわ。これ使っちゃダメか。削除。リンク外して削除。マイナス3。5。これでリンクしたら、あと、三角1っていうやつ。あ、じゃあ、え？分かった。一回リセットしたい。はい。これだ。これと、マイナス5を、
3とマイナス5を、リンクさせて、で、2だ。これを、よいしょ。これを、これとリンクさせて、これとこれをリンクさせて、なったよね。確定。やり方を分かったんだよ。矢に今週が混入していたのはストリキーネだ。人間を殺すには十分な量かもしれないが、巨大な動物を昏睡させるには程遠い。ストリキーネは誰かの矢って書いてたよな、確か。これだ、ポール。ストリキーネを吹く仕込んだ矢を、ネズミを殺すのって言ってた。あれは？もう一人のおっさんは？これストリキーネがどうのこうのとは書いてないんだよな。ストリキーネって書いてあるのはポールなんだな。ゴライアスの撃ったのはアーサーかポールだ。アーサー・スウィフトかポール・パークスなら象を矢で撃つことができる。さあ来た。第三者はゴライアスを利用した。正体不明の第三者が、第三者が、毒入りの矢で意図的にゴライアスを刺激し、セオドア・ギルデンを襲わせた。謎の第三者が象を矢で撃ち、セオドア・ギルデンを守ろうとした。え、そんな選択肢出てくる？守ろうとした？でも一緒？いたのはこっちだと思うんだよな。え、守ろうとした？なんでそんな選択肢が出てくる？まあ確かに、象が矢で撃たれたのはセオドアが死ぬ前か、それとも後なのか。そしてそれは重要なことなのか。あ、そういうことか。あはー。なるほど、なるほど。象が暴れて、ギルデンさんを襲ったから矢を撃ったのか、矢を撃ってギルデンさんを襲わせたのかってことか。うわ、こんなん分からん。人間を殺すには十分な量かもしれないが、巨大な動物を昏睡させるには程遠い。それが、だから、象を殺す気だったらあんな矢ではやらないだろうだけど、セオドアの影響が及ばないようにコロナから逃げ出したかったのに守ろうとするか？
え、どっち？でもゴライアスはさ、絶対、はあ、でも繁殖期だから暴れるっていうのあるか。どっちが犯人だ？わからん、マジでわからん。やばいな、腑に落ちない事件だったで終わりそうな気がしてきた。どうしたらいいんだ。もういい、行こう。ゴライアスは刺激されたのかもしれない。矢で撃たれたことが足で刺激され暴れ出したのかもしれない。セオドアを殺したのはゴライアスかもしれない。自由になろうとした象のゴライアスがセオドアギルデンを襲ったのかもしれない。もうこっちでしょ。セオドアを殺害したのはポールだ。ゴライアスを使いセオドアを殺害したのはポールだ。ポールは毒が込められた矢を空気銃で撃って象を刺激した。落ち着きをなくし恐怖に駆られた象はギルデンを襲った。今やイモージェントの中を引き裂こうとする者はいない。ポールを逮捕しゴライアスを助ける。ポール・パークスは自己中心的で他人を何？考慮しない人間であり、今の地位は嘘で塗り固めたものだ。ポールはさらに象を使いセオドア・ギルデンの殺害を企てた。ポールを逮捕されればコルドノはより安全な場所になるか。ポールを見逃しゴライアスを処刑する。ポールはギルデンから執拗に攻撃されていた。必死で自分の地位を守ろうとしたポールはゴライアスを使ってギルデンを殺害した。ギルデンの死の責任をゴライアスに問い、ポールには贖罪としてコルドノを去るように伝わるべきだ。ゴライアス処刑はないでしょうよ。だって殺す気ないんだよ。矢撃たれて痛かったから暴れただけじゃん。いやでもそうか、動物が人を殺した動物を生かしておくのかっていう話か。クマとかだったらさ、ね、人を襲ったクマとかだったら殺すけど、いや、ゴライアス助け、私は人間よりも動物だ。ポールを逮捕し、ゴライアスを助ける。ポール・パークスは自己中心的、さっき読んだやつでした。これでいいでしょう。ん？あ、帰れんのかい、まだ。これいいよ。どうしたらいいの？したらいいの？警察に行けばいいんかな。あ、娘ちゃんとこ行くか。記憶の宮殿ってだって、もうこれで
何回もやるけど行かないんだけど。これもしかしてさ、例えばこうしたら、こうしたらこういう結末があるよっていう。セオドア殺したのはゴライアスだ。怒りに駆られ、ゴライアスはセオドアギルデンを殺害した。それはあっという間に起こり、ゾウは負傷したギルデンを残して逃げた。ゴライアスは主人を殺した。セオドアはゾウを世話し、愛情を注いでいたが、ゾウに流れる野生の血は、自らを非常に危険な存在たらしめている。ゾウを処刑、ゾウだって。ゾウを処刑することが安全を手に唯一の方法であると、イモジェンに伝えよう。野生動物であるゴライアスの行動の責任はその飼い主にある。ゾウには新たな主人と家が必要だ。ゾウを救って別の場所へ移す方法がないか、イモージェンと話し合うべきだ。あれ、これってこと？もしかして、ちょっと待って、そうなる、ってことは、これでいくと、いやいや、これはダメでしょ。違う違う。こうなのかな。こっちだよね。だと思うんだけど、私はこれで行くよ。と思ってんだけど。イモージンに話しに行っていいかな。違うのかな。いやいや、まだやり直せるけど、どうしよう。人が人殺したでいいのかな。娘よ。You were right about Goliath. Everyone confirmed your opinion. 相手者は危険だという君の考えに皆が同意している。ゾウがその巨大で怒りを振るまき、ギルデン氏にどうすることもできなかった。繁殖期だったからさらに気性が悪くなって。でもだから何、そんなこと確かめてどうするつもりなの。いや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 、なんで結局ゴライアス処刑するか逃がすか。いやいや、逃がすよ逃がす。ミス・ギルデン、I know how much you dislike the elephant. Rather more than dislike.I wish I could have done more to that wretch than just speak of it. But it's innocent. だからあの像に君のお父上を殺すつもりはなく刺激を受けて、ただ怖がってしまっただけだ。お父上はゴライアスのおとなしさを過信しすぎて、その結果誤って像が暴れるきっかけを作ってしまったんだ。やめて、そんなの分かってる。あなたの説教なんて聞きたくないわ。どうしてそんな時間の無駄をするのかしら。私はもう手を打ったというの。それどういうことだ。どっかの金持ちがゾウを連れて行きたいと言ってきたから承諾したわ。私は自分がなんて無能なんてずっと自分を責めてた。でも無能なのはあなたも一緒。嘘をどうしよう。私無能になっちゃった。
ルが犯人は無能どうしても象を犯人にしたくなかったんだけど、ポール犯人にしたら無能って言われた。もう、どうして？確かにそれなら言わないのが英国シーだ。君は見捨てるつもりはなかったんだが。どうしてって、あなたが罰も与えずにあの汚らしい獣をここに連れてきたからよ。私が全部やらなければならなかったのよ。僕はお父様の殺人を紐解いてた。紐解くなんて何もないわよ。犯人はゴライアスよ。結婚をするんじゃなくて、あの愚かな動物を捕まえてって頼んだでしょ。君には分からないかもしれない。僕のするべきことがしたんだ。あなたと議論する気力はないわ。これがお父様の遺品よ。あなたのお母様の関するものだわ。さっさと持ってここから出てって。そうさせてもらうよ。君の協力に感謝する。犯人違うのかな、ポールと30お金をもらったジョンの日記。ねえジョン、どうだった？バカバカしく聞こえるかもしれない。僕らは捕らえた殺人者をか…え？いいんだよね。ダメなのかな。これか。なんだ？バイオレットからセオドア・ギルデンへの手紙。セオドアへ。私はあなたとの友情を何よりも大事にしたいと思っています。同様の行動力を持つあなたが大変な時期に私たちを助けてくれたことを心から感謝しています。シジェと私があなたと同じ探検家に参加できたことは人生を変えるきっかけとなり、どれだけお礼を言っても足りないでしょう。ですが私は盲目でも偽善者でもありません。あなたが私への好意を深めていることを分かっています。でも私はそうじゃない。ごめんなさいセオドア。手遅れになる前にあなたの片思いの苦しみ、私たちが共にした冒険の思い出としてあなたが送ってくれた首飾りを同封しています。私はそれを身につけることができません。この手紙であなたを傷つけてしまうことは承知しています。本当にごめんなさい。でも私はシジェを愛しているのです。彼はあなたの気持ちに気づいていません。これで私たちの友人関係が終わってしまうのであれば仕方がありません。ですがこれからも会話や協力を続け、変わらない喜びを共に共有したすることができればこれ以上嬉しいことはありません。こういう女ダメだよね。友達にはなれないんだよ。片思いの人をさ忘れてさ友達になんて。 My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went.野菜です。なんかね、ポールを犯人にしたんだけどなんか違うみたい全然そのことには触れないくて、なんか象をどうするかみたいな感じだけで終わった。とりあえず象は逃がした。I just had another glimpse of a memory, John. 屋敷の中で起きたことについての記憶。Finally moving forward. Shall we go? 屋敷に戻ろう。はい。屋敷に戻りますか。こっから近かったよね。ここだよね。いやだってさ、ゾウにさ矢が刺さっててさ、で、ゾウが暴れた、じゃあ、撃ったからゾウが暴れたのか、暴れてたからゾウに撃ったのかっていう、どっちだっていう話だったんだよね。私は、だから、撃ったから暴れたにかけたんだけど、何も、強いて、なんか警察にす、お？そうでしょ？暴れさせたんだと私も思ったんだよ。あ、すごい、家に、家
作ったゾウさんある。このゾウさんここに置くの、うちの家に置くのすっごく不細工なんだけど、嫌だ。嫌だわこれ、非常に嫌だわ。そうだから私はそう思ったんだよ。だからあもうないや。もう記憶にあれないや。そうだからポールが犯あのね矢にもうないか、矢になんかあうんないね、解決済みに行っちゃったか。これこれそのゾウさんに刺さってた矢にストラキーネがついてたとかって言って、これストリキニーネ、これをがついてたって言ってたから、だからポールが矢を撃ったことには間違いないと思うんだよね。あのもう一人のおじさんの方はただ単に矢です、矢を持ってましたみたいなことしか書いてないんだけど、この人だけストリキーネってちゃんと書いてあるから、だからポールが撃ったんだと思ったんだよ。ポールが撃ったんだと思ったんだよね。で選択肢としてなんか象が暴れてて、そのセオドア・ギルデンが殺されそうになってたから矢を、ポールが矢を撃った、あの鎮静させるために矢を撃ったのか、矢を撃って暴れさせてギルデンさんを襲わせたのかみたいな選択肢だったからさ、そんなん絶対矢を撃ったからギルデンさんを襲わせたしかないよね。これ私今家に来て何すんの。これか、これ固定にしたらいいんか。家に帰ってきたけど何したらいいんだろう。自分の部屋入ればいいんかな。なんかあんのか、なんか増えてんのかな、できること。なんか増えてんのかな。The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. 家に帰ってきたはいいんだけど。帰ってくる必要あったんかな。家に帰ろうって言われたから帰ってきたんだけど。ね、もういいよね。まあいいよねっていうか、もう終わっちゃった、そうしちゃったからもうどうしようもないんですけど。One of your early sketches of me, and a rather unflattering one at that. Just look at my nose.何したらいいんだろう。These must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate. 次の多分だからメインミッション探さなきゃいけないんだと思うんだよね。ね、そうだよ。Need to repeat this one day, but with bullets. あれ？私は何しに、いや多分だから次のミッションを探しに来たんだと、家に、いやいやもううっとしうっとし。次のミッションを家に探しに来たんだとは思うんだけどさ、それをどこで探すのか。あ、あったあったあった、ここだここだ、いたいた、車うるせえ。これどうやって見んの、このさ、なんかこの見れる位置が微妙でさ。すっげえ、ちょっと助けて。え？どこで見れる？僕は来た。僕は母さんを驚かせようとした。僕は古代ギリシャの壺を手に持っていた。その大きな欠片だったかもしれない。こっちは？
なんか文字が出ないとね、丸を押しても何も反応しないんだよね。You had a shovel with you, John. ジョン、君はシャベルを持っていた。思い出したわ。僕らはコルドナのギリシャ遺跡から壺を掘り出してすぐに母さんに見せようとしていた。こんな壺埋まって出てきてたらめっちゃすごくないかい？なぜか扉閉まっていた。僕らは扉を叩いた。返事がなかった。彼女は忙しいんだと僕らは考えた。だから壺を置いて階段を駆け下りた。こんなとこに壺置いて？階段を駆け下りた。だから階段に行けばいいのかな。いたいた。あ、僕はってせっかく出た。よいしょ。僕は考古学の道具を集めて壺をもっとよく観察しようとした。だがその時物音がした。そうだよな。あんなとこに壺置いたから割れたんじゃないの？ドア開けた瞬間に割れるよね、あんなとこ置いたら。壺が割れて欠片が床中に散らばっていた。そしたら君の母さんが扉の前に立っていた。いや、立っていたのは母さんじゃない。集中して思い出そう。消えてあった人、激怒、男性。立っていた。オットー・リヒターは僕らに激怒した。リヒター博士は扉が閉まっている時は母さんの邪魔をしないように言った。壺を割ったのは母さんだと思う。でも僕らは信じなかった。壺を割ったのはあいつだよ。お、扉が開いた。母さんの部屋が覗けるようになった。おお。Presumably, Mycroft never felt the need to saw through it all, or couldn't bring himself. でもこいつらが扉の前に置いたから悪いんじゃないの？ Behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. これでメインミッションの三つ目が出てくるんじゃないかな。多分まだ出てこない。まあとりあえず調べ。うわ、これ絶対なんかチェスしようって言われそう。こいつとチェスしようって言われそうだけど、私チェスわからないんだよな。だから話しかけない。絶対チェスしようって言ってくるよね。タイムズ紙のシジェ・ホームズの死亡記事。高名な考古学者、鑑定士、歴史家であるシジェ・モーランド・ホームズ氏が亡くなった。若干41歳であったが、コベント・ガーデン王立歌劇場にてオペラを鑑賞中、心臓発作に見舞われた。医者による治療も虚しく、ホームズ氏は意識が戻らないまま、昨晩の6時20分に死亡した。彼の突然の死は多くの人たちに大きな衝撃を与えることになった。ホームズ氏の遺族は妻のバイオレット、そして息子である16歳のマイクロフトと6歳のシャーロックである。葬儀は水曜日にセントジェームズのハイゲイド墓地で W.E. スタンレー牧師によって執り行われる予定だ。なるほど。6歳じゃそうか、そんなに覚えてないか。一枚の古い紙切れ。オットー・リヒター博士の診察メモ。過去2ヶ月、ホームズ夫人に風景の写真をさせ、風景の写生をさせた。最初の数作品こそ、はっきりと正確な絵であったが、その後、すぐ現実とかけ離れた絵を描くようになった。病状の進行が急速に進んでいるようで、視力に影響が出ている可能性すらある。なんて読むのこれ。なんとか術を視野に入れる必要があるかもしれない。You were too young. It happened before we even met. It's so sad. なんだ？お父さんは41歳で、何？お亡くなりになって、そこからお母さんが。This room always reeked with an acrid medicinal stench. 精神病んだってこと？けどなんか目も見えないとかっつって。なんだこれ、何の絵だ。筆跡に見覚えがある。書かれているのは1868年12月8だ。12月の8か。今がいつなのか知らんけど、
この絵は少し妙だな。母さんが描いたのには違いないが、絵の輪郭が不安定だ。日付は2月の12。ああ、確かに。だから、この頃は綺麗に描けてたけど、2月になるとなんか曖昧になってきたって、なんか、医者の薬が悪いとかじゃないの？何を描いた絵のか分からない。日付は書かれていない。ね、医者になんか変な薬盛られてたんじゃないの？なんかね、入り口のなんか壺割るようなおじさんだったし。ベッドに革紐ってことはくくられてたんだね、お母さん。固定されてたんだ。これは何だろう。一番よく使われてた薬のようだ。グラスに入れた水に微量を溶かして毎日投与する。24時間に1回に服用のみ、子供に与えてはならない。何の鎮静剤。え、あと3つも何調べんの。え、あと3つじゃない、あと2つ。カップかと思ったけどカップじゃねえんだな。あった、引き出しか。1869年2月、バイオレットからシジェ。私の優しいシジェ。あなたからまだ返信が届かないのは残念だわ。私が前に書いた手紙は、まだあなたを追って大陸上を旅しているのかしら。あなたが健康で家に帰ってくる途中であることを願うわ。我慢できなくて申し訳ないけど、あなたの優しい声やまばゆい瞳がない生活なんて生きる価値がないもの。子供たちにも父親が必要よ。彼らはあなたを恋しがっている。まあ、マイクロソフトって言っちゃうな。マイクロフトは表だってそんなこと有効じゃないけど。前に送った手紙が届いていないのなら、私たちはコルドナに移り住んだと、知っておいて、すぐに帰ってきてください。あなたを愛するバイオルト。いや、死んでるんでしょ？お父さんが死んだとは理解してないのか。いや、こんな風呂には入りたくないな。汚ねえ。医療用。医療用の風呂がある。え、なんか変な声聞こえてきたんだけど。止まったわ。何だったの今。ねえ、チェスだよね。絶対チェスやろうって言うよね。白のキングが攻撃されている。君は一手でキングを守ってチェックメイトをかけることができるか。ほら、ですよね。You're not obliged to be here, Sherry. We can leave.白のキングが攻撃を受けている。僕は一手でキングを救い、相手にチェックメイトをかけなければならない。ジョンの駒は黒だ。Anytime you want. あれでできるのか？これで。ああ、どっち？知らんよ。私全然チェスわからんもん。どっちですか？2分の1の確率。誰かチェスわかる方、お客様の中にお客様の中にチェスがわかる方いませんかっていう。はあ？チェス。マジで、これどっちよ。どこでチェックメイトを受けてんの。撤退させてキングを守る。私は白なんでしょ。ね、どうしたらいいんだ。わからんちんよ。
がうちの金ちょっと。ビショップでキングを守る。撤退させてキングを守る。これ。いや、もっとさ、あの、ぼやけてなくて。Oh, nice move. You saved the king and checkmate. あれ、なんかやったわ。なんか勝ったわ。ちょっとこう盤よく見せてと思って消したらなんか勝ったわ。やった。そんなことってある？どっちが白と黒がはっきり見えんなと思って勝ったわ。いいや。え？いやでも新しい事件始まってないよなまだ。うん、新しい事件は何したら始まるんだこれ。もうでもお母さんの部屋で調べられることってないよね。ここも見たし、あ、絵があった。Looks like it was damaged by a blunt object. 重いもので傷つけられたように見える。おお。あ、トランクがあるわ。全然気づかなかったトランク。なんだ。観察日記、バイオレット・ホームズ夫人の観察結果。最初の診断で、診察で分かったことは、患者は睡眠障害、不安感、微小の記憶の混乱を患っているということだ。強力な鎮静剤を処方し、毎日投与し、症状の監視を続ける。不安による発作、鎮静剤で抑えることができたが、ホームズ夫人は緊張症や無気力症、そして長期にわたるうつ症状に苦しんでいる。さらに記憶の混乱は悪化しており、他界した夫が存命だと信じ、手紙を書き始めた。彼女の精神状態の均衡を保つために、さらに6つの薬を処方し、週に一度水治療法を行っている。現在の薬の投与計画の結果は可もなく不可もなくといったところで、記憶の混乱が悪化して、ほぼ安定的、じゃ定期的に妄想を発症するようになっている。患者は記憶の相反することが起こると苛立ち、暴力的な行動をとる。今では家族及び患者自身への暴力行為を何度か目撃するようになった。そのため窓に格子を設置し、夜をホームズ夫人はベッドに縛り付けるよう命じた。すべての薬の投与量はすでに引き上げている。現在では患者に追加で睡眠療法を行い、軽い幻覚剤も与えている。だから医者が悪くね？これなんか医者に殺された感じじゃない？ No labels. I doubt it ever had one. No labels. ん？それしかないの？これなんだろう、ハンマーみたいなやつと。あれ3なんだけど、あと1個これだよね。これがあった。ほぼ空になった瓶。朝のうつ病。うん、あ、化学分析だ、これ。これもうやり方が分かったらもう楽勝ですよ。赤3と
青マイナス4。青マイナス4なんかなることある？え？待って待って。青マイナス2しかないんだけど、マイナス4になることある？ヘルプ。これ融合させるだよね。これ何？これ何？これプラスとマイナス入れ替えるってことかな？ちょっとこれとこれつないだらどうなる？あ、マイナス4になった。え、じゃあこれと、これを足して、簡単じゃん。ちょっと簡単すぎない？これ。はい。やり方が分かればもう楽勝ですよ。残留物はキノコから作られた幻覚剤と判明した。キノコから作った幻覚剤。え？それをどうしろと。This room always reeked with an acrid medicinal smell. キノコから作った幻覚剤をどうしろと私におっしゃるのでいい？あ、母さんの部屋を調べた時、朝に起きた騒動について思い出し始めた。だからこれを固定にして。Here is the reason. したら出てきた出てきた。割れた皿の破片が床に散らばっていた。着ているスーツがシミだらけになったマイクロフトは着替えなければならなかった。なるほど。その日の朝、母さんは動揺していた。僕らが何かしてしまったんだ。リヒター博士は母さんを落ち着かせようとした。僕らは母さんの紅茶のトレイを床に置かなければならなかった。だがなぜだ？だんだん思い出してきた。これが起こったのは朝だ。なんかある。よっ。また来た。これわからん。これが一番謎。医者はなだめたって言ってるから、母さん動揺して医者なだめた、これかな。これなんだ。これ何してんの？あの子が頭を押さえて。床に置かなければならなかった理由ってなんだろう。二人が飲んじゃったってこと？まあ、とりあえず一回選択肢を全部見ればいいやん。お兄ちゃんがさらわった。何してんの兄ちゃん。こうだよね。なんか兄ちゃんが皿落として割ったみたいな感じだよね。で慰めてる。ここでのんきにお茶飲んでるかな。こうじゃない？わからん。一回確定。もっと集中するんだ。違うな。そうだよね。薬飲んじゃっただよね。飲んじゃ
で、動揺し、お母さんは動揺した。You're not even trying, 違うんだ。Sherry. Concentrate. ちょっと一回やめようか。一回やめよう。選択肢があることは分かったから、とりあえず一回やめよう。な、考えよう。その日の母さんはとても気難しかったが、誰かの仕業かもしれない。リヒター博士は母さんを落ち着かせようとしただから、やっぱりあれ、今のだよね。お母さん泣いてて、まあまあまあっていうやつかな。マイクロフトはスーツを着替えなければならなくなった。彼が着ていたスーツには朝食の汚れがついていた。僕らは母さんの紅茶の盆を片付けなければならなかった。片付けなければならなかっただよ。片付けなければならなかった。で、のんきにお茶飲むか？片付けなきゃいけないんだったら、のんきにお茶飲まないよね。これか、母さん。でもこれなだめてる？このおっさん、これで。これどう考えてもお茶飲んでんじゃないんだな。こうだな。で、これなんか皿が飛んでる。で、お兄ちゃんはこれだな。ね、これでなんか皿が飛んで兄ちゃんは汚れたんだな。こいつらもこれでいいかな。あ、いけた。あなたのことは信じないわ。嘘つき、離れなさい。全部嘘よ。なんだって。うわ、大丈夫だシェリー、僕を信じて。あの子は怖がってたのか、シャーロックは。4月9日の始まりは悪いものだった。母さんは不安を訴え神経質になっていた。母さん食べ物を放り投げて医者を罵倒し、彼を嘘つき呼ばわりしていた。ジョンと僕は母さんに朝の紅茶を運んだが、母さんの叫び声を聞いて僕は怖くなった。僕はベッドの近くに隠れ、ことが収まるのを待つことしかできなかった。ありがたいことにジョンが僕を守ってくれたので落ち着くことができた。母さん病気じゃなくて気が狂ってたんだ。なんてことだ。気の毒だよ。だから君は僕を、じゃあ記憶を封印したんだな。それだけじゃない。これから母さんが死んだ朝のことを何が起きたかつって。君がいつもすると僕は頼む、もうやめよう。なんかね、今度4月の11日かなんかに出るシャーロックは、ちゃんとなんか、相棒はワトソンらしいよ。この架空人物のジョンではない。こうなってきたら、でも私さ、悪魔の娘やって、これやって、いや、何かもうシリーズ出てんだよね。それもやらないとかな。全然シャーロックに思い入れはないけど。Are you all right? 大丈夫だ。いや、勝手に何でも適当に答えてるけど。My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mike lied about it. なんか次のもなんかこういうオープンワールドらしいから。Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic swords. 金属の靴底。水兵がここで何をしているんだ。誰か来たんだね。よ、ひょいひょいひょい。母さん結核で死んだ。結核ではなかった。僕らは紅茶を運んだ。精神病と結核推理出てこないわ。結核ではなかった、精神病だった。何も出てこないわ。僕らは紅茶を運んだ、精神病だった。何も出てこないわ。クソ。まあとりあえず誰か来たみたいだから、下へ降りればいいのかな。
私はいつまでこの労働者の服でいいのかな。どちらさんですか。I was looking for you. こんにちは。With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. 僕のこと新しい謎解きと呼んでください。ルールは簡単。僕が持っているあなたへの贈り物は何か突き止めてください。うっとし、出ていけ。You're a fast learner, sir. ひげ濃いから出ていけ。ひげ濃い人って大体こうハゲてきてるよね。髪についたピンク色の塗料、最近絵を描いた。体毛濃い人って絶対毛が薄いんだよ。古くみすぼらしい。ここ？ここもなんかすげえ汚れてない？黄色いシミに。手紙かなんか持ってんだけどな、ここに。四角い形のものを隠している。とか手紙。形を隠してるっぽいけど、どこだ、どこ見るんだ。肉体労働の痕跡はない、傷のない手。古くみすぼらしくて肉体労働の痕跡なくて、最近絵を描いて四角いものを隠している。水兵が僕の家に来て自分のことを新しい謎解きだと名乗った。彼の手には豆や肌荒れといった肉体労働を日常的に行っている形跡が見られない。だが擦り切れた古い制服を着ていることから現役の水兵だと思われる。うん、いってらっしゃい。男の髪にはピンク色の塗料が付着しているので、芸術活動にある程度携わっているのであろう。水兵に扮した芸術家。水兵の格好した男が俺の家に来て。そう、私はこれだと思うんだけどな。彼の手には豆や肌荒れといった肉体労働を日常的に行っている形跡が見られず、水兵の服装に不釣り合いだ。僕の名前や住所を知っている芸術家はほとんどおらず、ボーゲルがクイズマスターと考えて間違いないだろう。この偽物の水平のポケットに四角い形をした小さなものが入っていることから、男はボーゲルの美術館の従業員であり、彼が僕を訪ねてきたのは招待状を出すためだと推理した。これだ。違うかな。 I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. 全然違いますよ。私は水平ですって言われたらどうしよう。ああ、よかった。あなたは本当に頭のいい人だ。なぜその結論に至ったか説明してくれませんか。Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who wears such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink unless they have launched a new fashionable fleet. これでメインが多分始まると思うんだけど。I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor. サイドクエストもやりたいんですよね。How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction?まあいいや、メインをとりあえず発生させよう。で、なんか30ドルお金入ったから、そういえばなんか角を変えるかな。ひょっとするとボーゲルさんの言った以上に頭が切れるかもしれない。これが招待状です。This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that this 謎解きに勝った証として種はまかれたとボーゲルさんに伝えてください。それは彼からの伝言です。さようなら。シャーロック・ホームズ君へ、もう気づいているのは間違いないだろうが、君には私の作品展を見に来てもらいたい。美しい作品を満喫してもらうためではなく、君の頭脳が必要なのだ。美術館があるのは旧、来た来た来た、旧市街地区の、バザー街道と、ヘルメス・アベニュー。の交差点にある大正宿だ。お待ちしています。はい。女神は異邦人。これが始まったね、メインミッション。とりあえずですな、メインミッションはあと3つかなんかな。女神の異邦人、これ入れて3つぐらいなんだよね。で、あと DLC かなんかが1本あるので4つぐらいかな、話がね。
ただサイドもあるから、サイドもちょっと気にはなるので、サイドもやりたいしね。どうせなら家具、おっかさんの家具を全部集めたいから、そしたらなんかてか集めないと、もしかしたら一番最後のミッションがいかないかもしれないよね。メインミッションが、そんな気もするんだよな。なんか全部揃ってないからダメですみたいなね。でそうなるともうここで戦いまくって、なんここだっけ、戦いまくってお金稼がなきゃいけなくなる。とりあえずここになんか新しい出てるな、見に行ってみよう。先お金足りるかな、$30足りなかったらなんかあの宝探しかなんか一個あるんだよな。やりかけの宝探し、まあとりあえず先に家具を見に行こう。こっちだね。よいしょよいしょ。絵って書いてたな、画廊の絵だ。え、You'll never find such magnificent. My goods will brighten up your house. うわ、30稼いで30の絵か。仕方がない。Enjoy your purchase. やば、お金ないわこれ。他にもどっか家具入ってる。うわ、入ってんな。ってことはやっぱお金稼がないといけないんだな。うわ、家具入ってんな。二つあるな。とりあえず、どこだっけな、ここだっけかな。どれだったっけな。これ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 。これこれ。あの労働のところで選べないのかな。労働のところで会った謎解きで、井戸かなんか行って、井戸のなんか引き出しかなんか開けて、次の謎かけが石でできた甲を見つけよう、古代遺跡から東に向かって甲は個人を最後まで守るなんですよね。で遺跡が多分ここだっていう話なので、ちょっと行ってみたいので行ってみようかな。まずここに出ればいいから、今いる位置からこっち見て走って、多分あそこが遺跡な、遺跡がどうするのかわからないけど、違うかったらメインに戻る。こっち上がって、でそこで何するかも分かってないんだけど、大きい道で左に行く。よいしょ。だからなんか細い道が出てくる。ここかな？これですな。これを行けば多分遺跡に行くと思うんだよね。古代遺跡に。あれ違うかな？ここが古代遺跡だと思うんだけど。え、それだったら古代遺跡って出ない？出ないな。あれ？あ、違うじゃん。ここじゃないじゃん。全然これ井戸じゃん。まだ下だ。え、古代遺跡かな、ここ。入れ物、来た。ほら、ここで、え、ここだかな？何？ここの入れ物って何？なんか。は？いや。ホームズ、水に入ると死ぬからな。
動かすことができる。なんか出てきた。最後の謎だ。古代遺跡を足下に立つ木の宝が君の手に小さなことだけ気づいても、君は失敗したわけではない。え？古代遺跡を足元に立つ木の宝。I always admire the way you notice such details. In such moments, I often recall Mother's voice teaching us of the importance of the smaller details. The world hangs on. 今のすげえ適当になんかやったよ、見つけたけど。Even the most chaotic miracle becomes sequential when you take a closer look. I remember. お金が欲しいんですよ、とりあえず。古代遺跡の足元にある木の下って言ってるから、まず古代遺跡に行かないと話にはなんないと思うんだよな。てかそんなとこでイチャこいてる。こんなとこで誰もいないところでイチャこいてるこいつら。ここが古代遺跡だよね。今古代遺跡ロケーション、古代遺跡って出たよね。水の中に入れないから、あの船の中ではないでしょ。古代遺跡を足元に立つ木の宝。だから木これか。いやこれ電柱だな。木といえばこれだけど、これではないよなきっとな。これのような気がしたんだけど、この電柱の違う、なんか足元。まだあるのかな、なんか向こう側は。せっかく来たからね、お宝が欲しい。あ、木があるな、これかな。なんかショベルと、なんかうわ骸骨があるけど、これじゃないの？ショベルと骸骨とあるけど、ここじゃないの？ん？なんなん？意味がわからない、この文章の最後の謎かけ。古代遺跡を足元に立つ木の宝が君の手に小さいことだけに気づいても、君は失敗したわけではない。なんだそれ、意味がわからんちんだな。なんかこんなとこで火焚いてる人がいる。木の下、遺跡にはいっぱい木があるんだよな。なんかあの足場があるのはなんだろうな。足場に上がりそうな気はしたんけど今。そうだ、ブーンで調べよう。ブーン。したって言っても本当に木になんかあるわけじゃないよね。だから絶対なんか君には小さいとか言うからな、足場じゃないのかな。でも足場って登れないよねこれ。別にシャーロックジャンプ力ないし、あれないしな。なんか足場の上登れそうな気がするけど、シャー力、ジャンプ力ないし、階段ないしな。ここでブーンとは言うんだけどな。チェックできそうな。ここまで来て宝見つからない？
上にあるんじゃねえのって思うけど、上に登れる術がないんだよな。宝どこ？古代遺跡ここなんだけどな。宝どこだ？図鑑なんもないんだよな。あれよく偶然にあそこ見つけたよね、私ね。って言ったってどこにあるんだろう。なんか絶対水に落ちたら死んじゃうからな。もうちょっと散策してみるか。こっち、いやでもここまでだよね。これ以上は絶対行けないからな、ホームズ。せっかくここ来たのに謎わからんて。せっかくここまで来たのにな。この付近にあることは間違いないと思うんだけどな。全然違うのかな。だってここ登れねえしな。ここまではできるんだけどね、ここから登れるわけじゃないしな。なんか不自然にこの足場があるのがすごい気にはなるんだけど、かといってホームズが登れないから。この辺にあるとか、木の下、遺跡の木の下、わからん。またここまでしかわからんね。いいや。おはようございます。ここの謎が解けなくて悩んでます。古代遺跡を足元に立つ木の宝が君の手に、小さなことはだけに気づいても君は失敗したわけじゃない。古代遺跡を足元に立つってことは、古代遺跡を見下ろすところにある木ってことなのかな。古代遺跡に生えてる木じゃなくて、もっと高いところ。不自然になんかすごい石があるけど、古代遺跡を見れる位置、高いところってどこなんだろう。あの上に上がれってこと？え、それはそれでどうやって上がるんだ。そうだよね、古代遺跡を見下ろせる位置にあるってことですよね、きっと。どっか上から古代遺跡を見下ろせる位置に、おう、
滑るぜ。かといってこのホーム、あ、なんか折れてる枝がある。これとかじゃない？不自然にこの折れてるのは何？あ、焚き火のとこまで、はい。焚き火のとこまで、よいしょ、よいしょ。どこだっけ、焚き火。あれ、焚き火ってどこだっけ。あ、ここだ、はい。焚き火のとこまで戻りました。そのまま進むって、遺跡に向かって、この上にじゃなくて遺跡に向かって、上にかな、上に進む。高いところって言ってたから上に進むんかな。いや、登れないよね。そんなことしたら登れない。さっきの枝のとこ来ちゃうだけだな。ジャンプができないから登れないもんね。こっちじゃないんだな、だから。遺跡に向かってまっすぐってこと？引っかかっちゃった。ちょっと待って。ホームズ引っかかりました。ホームズ抜けれません。ちょっと待って。あ、抜けた。焚き火を左手に進んで、焚き火を、ちょっと待って、焚き火を左手に、こっちってことね。はい。この私のこの方向音痴が全然違うとこまた行ってる。今ね、山本さん、この前のあのなんだっけ、あの労働者の採掘現場、逆です、あら、労働者の採掘現場のところにあったなんか謎解き、こっちに走れって言ってんのか。どっかから登れるところがあるってことですね。じゃあ、なんか途中でなんだっけ、井戸かなんかのな、あれはメモ拾って、わかった、こっから上だ。嘘です。なんかこの木か、あ、来た来た、ありがとう。こんなの分からんで。分からんで。財宝、虫眼鏡なの、お金じゃないの。お金じゃないの。But they will become sequential if you take a closer look. お金が欲しかった。I don't remember what mother told us, but that explains nothing. Just ありがとう、でも。やった。一個謎解けた。これ謎解けたっていう。あ、でも15お金が入った。ありがたい。ありがたい。
どうしようかな。これはなんか、いやいやいや、とんでもない。私がね、方向音痴だから。あ、これだ、そうそう。これやってないなと思って。市役所広場の前を通っていると、昔の記憶が蘇ったっていうから、ちょっと、マジですか？ラグひどいっすか？市役所に行ってみたいと思います。いや、こんなことせずにさ、もう次が出るんだからどんどんやれよっていう話なんだけど。だって、あれもあるしさ、ウォーロンもあるしさ、で、4月その、シャーロックあるでしょ？で、アトミックハート出るでしょ？で、5月の初めだっけ？ホグワーツ出るでしょ？まあ、でもこの4つで1年って感じかな。市役所の前でを歩いていたらなんか、え？何？コルドラの観光客向けの宝探し大会どこで言ってんの？それどこで言ってんの？誰が言ってんの？お前？お前じゃないな。お前女の人なの。はい。知事が発行した宝の地図だ。8つの宝。ちょうだい。コルドナへの観光客を増加させるために、市長による努力の一環として、市役所による宝探し大会を開催いたします。宝探しには3つのステージがあり、各ステージでは宝箱の隠し場所を記した8枚の写真が手がかりとしてそれぞれ配られます。8つの宝を、すべて集めた参加者は戻って次の8枚の手がかりを。めんどくさめんどくさっていうミッション。違う、それをもらいに来たんじゃなくて、じゃあてか新聞の号外も欲しいんだけどな。新聞の号外、私があの謎解いたさっきの事件の結末を知りたいんですけどね。ポールを捕まえた、あれ、市役所の前を歩いていたらなんか記憶が蘇ったよとか言ってたの。どないなったって。あ、証拠を固定してないから出てこないのか。そういうことか。市役所の前を歩いていたらって、この辺じゃないの？市役所の前ってどうせ。え、どこ市役所？え、地図出てこない。あ、びっくりした。ここ市役所ですよね。あれ？市役所広場を歩いていると昔の記憶が蘇ってきた。集中して思い出してみよう。こいつらか？これがね、輪っかがなかなかさ、わかなか、よいしょ。群衆が集まっていた。いた。僕はここにいた。まだ幼く真実を求めていた。マイクロフトは僕の隣に立っていた。彼は毎回僕を公的行事に連れて行き、早く国のために働かせようとしていた。ところどころなんかワイン好きとかいう人が通っていくのがすごい気になるね。イタリア人パン好き。ここには縁台があった。この見える文字が見える位置がさ、すげえ微妙なのよね。痛い。誰だお前、ぶつかってきて。これ文字が見えないとさ、あのトルコ人はいいんだよ。トルコ人はどうでもいいんだ。それそこでは知事が演説をしていた。知事が並び立てた嘘に気がつく群衆は誰一人いなかったが僕は気づいたと。知事の嘘に我慢ならなかった。僕はみんなに聞こえるように大声で思っていたことを叫んだ。
聴衆は熱狂した。タルミンの次ん？アルバニア人え？まだあるよね、きっと。どこだ？あれかな？あれ、帰る二人を見るのかな？マイクロフトは僕を縁台から引き離した。彼は怒っていたが落ち着いていた。ん？あ、いた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 。いない。わかりにくいところにいないで。わかりやすいとこにいてくれないかな。マイクロフトは沈黙は金なりだと言って僕に黙るよう諭したが、僕は納得できなかった。かくしてシャーロック・ホームズの正義の心が生まれたのであった。まあそりゃそうでしょうね。ああいうだってさ、政治家とかの演説とかしてるところで嘘つきとか言って叫んだわけでしょ。子供とはいえそりゃつまみ出されるよね。まだあのお兄ちゃんにつまみ出されただけまだマシだよね。普通だったらなんかその辺にいるおっさんたちにつまみ出されそうですけどね。これ財宝は何だろうね。ちょっとチラッと見てみようか。ああ、この場所に行けってことか。獅子の記念像なんだから見たついでに行けばいいって感じかな。獅子の記念像なんて見たことないな。え、どこここ、こんなんか矢印書いてあるけど、なんか海辺のなんかちっちゃい屋根付き休憩所の横のベンチみたいな感じだよね。不当のベンチ。短い橋。いや、どれも見た記憶ないな。これ、長い橋。これあれじゃない？さっき、ゾウさんの渡った橋じゃないのかな？庭の馬車。ああ、庭の馬車。どこの庭の馬車？居心地のいいガゼボ。高い塔。砂浜。これ砂浜はさっきのさ、古代遺跡のとこの、じゃないのかな？全然わからん。とりあえずあの獅子の像とかもどこにあんのか知らんよ。まあ、どっかで見かけたら、ですね。多分、2秒後には忘れそうだけど。てか、獅子の像じゃなくて、砂浜は違うのかな？古代遺跡のとこの船じゃないのかな？一回行ってみていい？違うかもしれんけど一回行ってみていい？だって砂浜ってここしか記憶がない。まだ行った記憶。あ、採掘現場も砂浜あったっけ。砂浜ってとりあえず これあれをだから選んどかないといけないのかな。これを固定しとけば。ないかな。こんななんか沈んでる船ってなかったっけ。もうね、さっき見た景色が全然記憶にないからさ。わあ、いいな、夕日めっちゃ綺麗。海で夕日見ることなんてめったにないもんね。
てか船自体ないね。さっきなんか船沈んでたような気がしたんだけど、いや全然私の記憶違いで船ないね。全然ここじゃないね。船なかったわ。さっきめっちゃ船あったような気がしたんだけど。全然ここではなかったぽいかと思ったんだけど、なんかね、岩壁じゃねえ、なんか岩礁でこの辺に船が沈んでたらなんかそれっぽい。ああ、あの船かと思ったんだけど、あれ斜めだもん。違うね、もっとぺっちゃんこに船が沈んでないとダメか。 こんな斜めじゃダメか。ここじゃないのかな。なんかちょっとでも景色違うね。ここではないわ。ち、なんか道みたいなところのところだもんね。じゃあまあ思い出し、覚えてたら行くってことでメインに行きますか。美術館に行きますか。私メイン選んだよね今ね。これでいいですよね。で旧市街地のバザー通りとヘルメスアベニュー。旧市街地のバザー、あ、ヘルメスアベニューがあったね。バザー通りってどこだ。ヘルメスアベニュー、バザー通り、バザー通り、あ、あったあったあった、ここだ。あ、ここじゃん。行ってるじゃん。そしてちょっとトイレ行ってくる。始まる前にトイレ行ったのになっていつも言ってるね。今週はさ、出かけたんだけど、で、めっちゃくちゃもう、多分、100人聞いて100人とも笑える話があるんだけど、ちょっと今は、話せないので、身バレ含め、なので、もうちょっと、2、3ヶ月したら話す。前にももう一個貯めてる話があって、それもなんか身バレするから、しばらく寝かせるみたいなこと言って、それと関係する話ができて、私本当に出かけるとさ、なんかそんなおかしなこと、
あるかなっていうぐらいおかしなことで、ちょっと2、3ヶ月、ただね、忘れないようにしないと、忘れそうであれだわ。めっちゃくちゃ面白かったのありえないことが起こって、まあ、それはいいとして、そんなこと言うとみんな気になっちゃうよね見バレしてもいいか話してみたいになっちゃうから、2、3ヶ月ちょっとお待ちを。 Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. ああ、この人はあれか、お母さんのお墓場だって、おつけちゃった。墓場で会った絵描きの人、なんなら一番最初のホテルのとこでもいた人だよね。あの螺旋階段みたいなとこから降りてきた人だよね。 I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? 私いつまで労働者の格好まあいいか、次着替えるまで労働者の格好でいいか。 No windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible.ねえ、事件について聞かせてくれ。あ、そうだ、警察の事件も一個あるんだよね。あれも解かないと。I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, 地下にネズミが寝る。で、鍵かけて出て行ったら、展示物の一部に火がつけられてた。で、侵入席の痕跡はなかった。侵入席ってなんだ？侵入者。はあ、地下室の扉が一つしかなくて、そこの鍵をかけたのに、誰かが燃やした形跡があると。It's always shut, and I'm the only one with the key.Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. 鍵を開けたけど燃やした人はいなかったと。誰もいなかったと人は。すごいメガネだな。これ横もなんかレンズみたいになってんじゃん。Not everyone deserves to have their eyes open. Well, this matter is 意味あるのかな？横にレンズがあって。This intrusion troubles me. Please take a look around. 流し見した時にもちゃんと見れるとかいうこと？ is through the door at the end. I will see what I see.半分話聞いて、半分話聞いてなかったな。昨晩ボーゲルは地下美術館から物音をした、耳にした、階段で下に降りたが隅々まで調べることを怠った。なんでよ、自分家の地下室が荒らされてるのに怠る？調べるの、そんなことってある？自殺者の墓。これ絵の説明が書いてあるだけか。わ、すごい、なんか適当に描かれたキリストみたいな。すんごい適当に描かれたキリストみたいな。これキリスト教冒涜にならない？いや、でもそういう本当の絵かな。ムンクとか書いてあるけど、本当の絵の模写なのかなこれ。ああ、そうなんだ。へえ。自分メガネかけないから。え、これ外出る？地下室覗きたいのに外出る？方向音痴すぎて。出たね、出た出た出た。中入ろう、地下室行こう。今さ、私さ、めっちゃさ、ディアゴスティーニにハマってさ、てかさ、ディアゴスティーニってディアゴスティーニだと思ったらデアゴだってデアゴスティーニだった、 D じゃなかった。そうで、なんかね、1個やってんのよ。1個やってんだけど、定期購読ってしたら月1回しか来ない、月1回しか来ないっていうか、月1回にまとめて2冊分が来るのよ。なんか隔週販売だから、
You sure you don't like art, Sherry? うわ、ちょ、これ放送禁止じゃないの？ちょっと待って、完全バンされる絵だな今のね。やばい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 。すっごい絵があったな。ケケ丸出しだったじゃん今。ケケ丸出しだったよ。ちょっとちょっと振り向けない。こんなののさ、こんなのはさ、こんなのはさ、出てるけどさ、出てるけど芸術って言えるじゃん。なんかこう石像で作ってあれはちょっとこう遠くから遠くから何の絵かわからないようなこう遠くからこう見る。びっくりしちゃった。やめてよ急にそんな絵置くの。アルジャーノン・スインバーンの部屋。Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. でもケケ丸出しだよケケ。じゃケケの話じゃない。そう、で月1回しか来ないのね。で、ハマるじゃん。そのハマるとさ、そのハマると月1回しか来ないと、その月1回のその間をすごく長く感じちゃうのよ。ああまだ来ないな、まだあと1ヶ月は来ないなみたいな。もう作っちゃったよな、次来ねえなって、暇だなってなっちゃうのよね。A simplistic attempt at provocation. でさ、結局さ、もう一個買っちゃってさ、もう一個ディアゴスティーニ始めちゃってさ、二つ目。で、それはもうすでに今の、なんか去年から発売してんのよ。去年、あれって全100巻とかだから、3年かかるのよね、出来上がるのに。だから去年から発売したやつがまだ20巻ぐらいやそこらで発売なのよ。で、20巻ぐらいだったらさ、全100巻なら追いつくんじゃないとかって思ってさ、やったこともないやったこともない刺繍に手を出してさ、スヌーピー刺繍に。全然スヌーピーにも思い入れがないしさ、刺繍にもだって全くやったことのないズブの素人でさ、そんな人が作品作って綺麗になるのって。そっちじゃないそっちじゃない糸と針の刺繍。始めちゃってさ、あれ始めたらさ、あの何だろう、下手は下手なりに下手なんだよ。だってなんたらステッチとか言われても、いやだけど私が やる手芸ってさ、そんな針と糸とこう使わないからさ基本ボンドでくっつけるとかそんなのだからさ、ちゃんとした針と糸もね、なんちゃらステッチなんちゃらステッチとか言われたってさ、ちょっと待って、ここ何にも調べられねえ。なんちゃらステッチなんちゃらステッチって言っても、はぁ？みたいな。でもなんかね、やり始めるじゃん。そしたら意外となんか下手くそでもなんとなく形になってる気がして、なんかこうちょっと歪んでるのも味って思えるようになって自分の言い訳なんだけど、味って思えるようになって、なかなかに楽しくなってきた刺繍も。いや、やったことがないから本当に必死こいてる。で、その1年間はもうほら去年から売り出してるからさ、1年間分を今追いつかなきゃいけないわけじゃん、今にたどり着こうと思ったら。これ調査できないんだけど、どうしたらいいんだ。だから今必死こいて
やってるとそこにほら月1で買ってますが届くのよ今この必死ってなってる時に月1でやってますが届いてさ、ギヤーってなってんのよそうだ忘れてた、追いつくだけじゃなかった、普通に買ってた方も届くんだったみたいな。そしてかなり別にそんな焦ったり急ぐことはないんだよ、自分のペースでやればいいのになんだかちょっと焦ってヒーってなってる自分で蒔いた種だけどヒーってなってる。そしてこれ調べるところが全然わからないんだけど、この丸かと思うんだけど、だと思うんだけど丸が全然調べられないのよこれ。どうしたらいいんだろう。ちょっと待って、どうしたら調べられる？この水に入っても大丈夫だよ。Closed with a metal bolt. この丸が全然調べられないんだけど、どうしたらいいんだろう。Footprints. 足跡の大きさは28センチ。これなんか、そうそうそう、なんか結構ね男の人向けのなんかプラモ作りみたいなね、で女の人向けは刺繍みたいなで、うまいことやってるよね。あと本好きの人に本と本のシリーズとかね。これを調べたいんだけど全然調べられないんだけど、どうしたらいい。この丸、丸が全く調べられないんだけど、黄色くならないんだよね。長押ししても全然調査しない。どうしたらいいんだろう。位置がダメなのかな。どうしたら調べられるんだろう。こうなるんだよね。いやここしか無理なんだよこれ。絶対2分の1の1はここでしょ？あ、こうか。え？違うな。こうじゃないの？こうで、あ、来た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 。ああ、むずいわ。こすった跡っていうのが出てきたな。ってことはここもそうか。こうか。73センチ。何が ?60 センチ。左足の歩幅が右足より短い。つまりこの犯人は足を引きずっているということだ。靴のサイズが28センチで、ここをこすった跡があって、これでもなんか、なんなの？暖炉か何か？焼却炉。でもここら辺炭があるよね。炭入れるこういうところで28センチ。こんなところに靴跡があるのがまずそもそもおかしいよね。なるほど。調べ方がすごい難しいこれ。シェリー、 How about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness.A handprint of the 生物の手、真新しい石炭でできているか、異界の。ってことは、今さっきのところの石炭で手についたってことかな。よいしょ。わずかに動かされた跡があるって、骸骨。骸骨動かす人って。あ、そうそうそう、なんかね、いろいろなんかさ調べてると結構ね面白いというか奥が深くて、なんかね必ず試験販売っていうのがあるんだって。でなんかね必ずなんか手芸系は広島とか栃木福島あたりで先行販売するんだって。でそこで人気があるようだったら全国販売になるんだって。
なんかそんなのが、あと静岡県とかもなんかそういう対象地域らしいよ。だから静岡県とか広島県とか、その栃木福島とかで先行販売で、それで人気があるようだったらなんかね6巻とかで打ち止めになるんだって。それやってる人かわいそうだと思うんだけどさ、これいいなって言ってさ、やり始めてさ6巻で終了ですって言われるんだってでその人たちはさ当たり前だけど試験販売だなんて思ってないじゃん、普通に書店に売ってるからね。何回マルパルマルパルって言うんだ。コールフィンガープリンツ。I think we're looking for a man with a cold mustache. ね、ある日突然だから6巻ぐらいになると発売は中止になりましたとか言われるんだってその試験販売でしたってことは一言も言わないんだって。4巻とか6巻になると、ああもうここで発売は終了ですって言われるんだって。でやってた人たちさ、作り始めた人たち6巻ぐらいじゃさね、全100巻とかで完成だからさ、6巻ぐらいじゃ何も完成しないのよ。でって思って、そしたら1年後とか1年半後とかに全国発売ですとかって出るんだってそう、1年とか経ってたらなんかその人たちもなんかそれ捨ててそうだけどなとかも、大事に1年以上持ってるのも大変だしな。もちろんだからそれで人気がないからそのまんま販売停止で中止で売らないっていうのももちろんあるんだって。売られないっていう、もうそれ以上出てこないっていうのもあるんだって。ちなみに今はディアゴスティーニが試験販売でキティちゃんのパッチワーク、あ、そうそうそう、なんかもう余ってるからそのパーツだけあげますよみたいなね、あの売る予定だったから、売る予定だ、全国販売する予定だったけど人気がなかったから発売中止になりましたっていうやつを、だけどほら試作品として100号までのその何部品とかは作ってるのわけじゃん。だからそれを送りますよ、通信販売しますよみたいなこともやってるみたい。せっかくね全国販売はしないけど100号までの部品はちょっと作ったから通信販売で売りますみたいな。すごい顔だな。だから今はだからディアゴスティーニはなんだ、キティちゃんのそのパッチワークキルトとリカちゃん人形の服かなんかやってたはず。でアシェットってもう一個あるんだよね、あのその分冊百科には。アシェットっていうフランスかなんかのメーカーも出してて、それがなんか今エドガーランポかなんかの本出してるけど、あっこがなんかね、なんかなんだっけ、シャーロックだっけ、このシャーロックじゃなくて、え、キャプテンハーロックかのアルカディア号かなんか、完成したら1メートル40とかなんかの大きさのあの宇宙船作るかなんかやってるみたいだよ。完成したら1メートル40ってどこに置くのよみたいな。試験販売で今やってるらしいよ。あとなんかエイリアン作るとか今やってんじゃないかな、作らないけど。さあこれでなんかあるんだよね。スイバーンの部屋で見つけた棺には骸骨が入っており、わずかに動かされていた石炭の付着した手形の棺の蓋がについていた。
フラスコの部屋にあった石炭排気管の蓋は掛け金で閉ざされていたが、扉の内側にヤスリくずが付着した新しい傷があった。扉の内側には何者かの足跡もついていた。で、フランコの部屋の、フラスコじゃないわ、フランコだ。フランコの部屋の床に石炭の付着した足跡が残されていた。左足の歩幅は右足よりも狭く足を引きずっていたことが分かった。ワイレントの部屋にあった絵画はそのほとんどが取り外されていた。絵画が焼けてできた灰の山が床にあったが、一つの額縁だけ中身が入っていないようだ。その近くで石炭の付着した指紋がついた丸々の吸い殻を見つけた。はい、やりますよ。そうそうそう、なんか口からもうビューって出るあのエイリアンこれもなんかそのね、なんかね、普通ああいう分冊百科ってさ、なんか創刊号がめべらぼうに安くて299円とか499円とかっつって、で2巻とかが1500円とかなんだけど、なんかそのエイリアン2巻目からなんかもう6000円とかするらしいよすげえべらぼうに高いらしいよ。さあどっから行こうかな。こっから行くか。え？何の写真？これ人がなんか出てきてシャベル動かしてるか。え？え？何してるこれ？足跡つけてる。え、そんな話ありました？足持って足跡つけてるなんて話ありました？擦れた跡と靴の跡があるからこれだと思うんだけど、足跡つけてるなんて話はなかったよね。え？ああ、骨が動いてたって、なるほどね。誰かが中に入って隠れてた。だから人がいなかった。なるほど、なるほど。なるほどね。これは？これなんか誰か走ってきてる。ああ、この美術の人か。この人じゃないと思うけどな。足傷ってたって言ってるから。第三者だと思うけどね。誰かが入ってきて、で、誰かがここの石炭のところにいて、で、覗きに来た時はここに入って隠れて、こうじゃない？第三者が焼いて、え、持ってる。え、でも全部第三者でいいのかな、これ。なんか違う気がするな、全部第三者。You're not even trying. ほら、違う。Concentrate.待って待って、全部第三者じゃないんだ。全部第三者じゃない。ってなると、でもここでさ、足引きずった跡作る必要ある？こうやって。全部第三者じゃない。どうしたらいいんだ？どこが違うんだ？これか？ここか？何が違うの？
何が違うの？何が違うのさ。鼻かいい。ん？何が違うのさ。一回やめるわ。だってこの人はさ、何も調べてなかったって言ったよね。フランコとスイバーンだよね。この人は誰？そもそも画家は誰？画家はボーゲル。ボーゲル。骸骨がだからわずかに動かされて石炭がついてた。石炭排気管の蓋は掛け金で閉ざされていたが、扉の内側にヤスリくずが付着して真新しい傷があった。内側に何者かの足跡が残されてた。床には石炭の足引きずってた。むむ？この人がでも入ってきたんかな。いや違うでしょ。でもおは誰か人がいたのは人がいたんだと思うんだけどな。全部あの画家さんがやったことじゃないと思うんだよな。これはこうだと思うんだよね。骸骨動いてたから。意外と絵を燃やしたのは画家さん？これでどうだ？違う。これさ、むずくない？だって手がかりになるようなこと何も知らんで？どうしたらいいんだ。どうしたらいいんですか。全然わからんちんです。手がかりが足りてない。マジで一回これやめるわね。もう一回ちょっと全部部屋調べに行く。このジョン。Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Sodden and mold ridden. One presumes deliberately.ふやけやカビまみれになってるが故意にそうしているのだろう。これは調べたもんね。カラスの友達。
仕事。でかい骨が動いてる。ここの部屋が何もないんだよな。これだけなんだよね、この絵だけ。Saturn devouring his son. A grim composition. このキノコは? Parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. 創造性に取り憑かれてたって言われてもさ。ない。絵の燃えた後は見たでしょ。あと調べてないところないよね。もう全部調べたよね。うわ。A true artist never shows an unfinished piece. なんでこんな拷問器具があるんだ、地下室に。ね、こんな赤いベッドでさ。ベッドに拷問器具がある。恐ろしい。え、これだけだよ、これだけだよ、これだけで。階段で下に降りたが、だから階段を降りたのは、階段を下に降りたって言ってるから、階段を降りたのはこれだ。でここはやっぱり骸骨が動いてたから、この人が入ったんだと思う。あとだからこの燃やしたりとかしたのは誰よ。でも調べるのを怠ったとか言ってるから、やっぱ誰かが燃やしたんでしょう。で誰かが絵を持って、だからし、あの階段だけがあの人。これでどう？確定。来た。犯人は石炭の排気管を通って地下室に侵入した。磁石を使って掛け金を外したけど傷がついたと。シャンベルが倒れた音を聞いて近づいて、これ足音に気づいた犯人は棺の中に身を隠した。地下室に入ってきたヴォーゲルは異変に気づかず、よく調べないまま建物を後にした。侵入者ヴォーゲルが大正宿を去るまで待って絵画に火をつけた。現場を荒らしたのは窃盗を隠すためだ。なるほど。でどうしたらいいのですか。上に上がってそのことをおっさんに伝えればいいのですか。つまりはだから窃盗ってこと。おけつがおけつが、あ、どこだっけ、どこだっけ、あ、また外出た、これ。じゃないよ。おっさんに話しかけたいんだって。なんでこんな、もう人の家が全然覚えられんわ。覚える必要ないけど。
だから私がバイオできないゆえんだよね、これね。人どこにいる？あ、いた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 。このおじさんに言おうと思って。おじさん。The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about?腐敗についての作品だ、堕落についての作品だ、死についての、腐敗、飾り立てた絵画たちが地下室で腐食させられている、腐敗の記録、そして社会の崩壊を表現しているんでしょ。わからない。そんなバカな、あなたの美術館でしょ。答えを知る人間はいない。そして忘却、脚色、嘘といった主観的な心を通して見れば、真実は単一ものではなく複数存在することがわかる。それに嘘で人生が面白い、より面白くなるのでは何も問題ないだろう。後ろのあの目が気になる。めっちゃめんどくさい、なんかすごい難しいことを言ってるから、ちょっと読むのがしんどいな。私は好きなだけ感じ食らいたいだけなのだ、わかるかね。でもこんな人に美術をさ保管されたらさ、せっかくの絵もそうやって腐食されたら意味ないよね。価値どんどん下がっていくだけだし、手入れが行き届かない人が持ってる意味ないと思うんだけどな。ミスターホームズ、これは最大の成功者の最大の成功者は、他の人たちの最大の成功者は、人間の最大の成功者は、私は何を言うか、それは何を言うか、もしかしたら、ミスターボーグル、私は興味深い事件だ。単に美術館が荒らされただけでなく、作品も盗まれているようです。絵を盗んだ犯人は足を引きずっているようだ。素晴らしい推理だ。窃盗について、絵画を盗んだことを隠すために火をつけたようですが、僕の目はごまかせません。灰の山にあったのは絵が入ってない額縁の残骸だけでした。ワイルドの部屋の中で犯人が興味を持った絵画はどれだと思いますか？とびきり高級な絵はありましたか？ボナファソ・マーキュリーのマーキュリオの作品だ。物議を醸す作品ばかりだが、どれも特に高い値打ちはしないと。犯人は石炭の排気管から入ってきて、シャベルを出してしまって、あなたが昨日聞いたのはその時の音です。地下室調べに来た時、犯人は棺の中でした。泥棒はこの美術館に詳しく、足を引きずっている犯人。人間が、あなたの顧客が芸術家で心当たりの人はいないか。思い当たる人物はいないと。他にも何かあるんでしょう。あなたの目を見ればわかります。君が言う通り、他にも興味深い点がある。マーキュリオの作品の一つを購入したいという提案が匿名で送られてきたのだ。破格の金額でマーキュリオの貧しい芸術家生活の大きな足しにはなったはずだが、マーキュリオは拒否した。彼の見栄ですが、食事や温かい風呂のために作品を売り払うことを嫌あまり、痛みや困難に耐えることを好む。But not only did he refuse the dealHe insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. ボナファス・マーキュリオっていうのは今まだ生きてんだね。旧市街に住んでいるとか、詳しい住所はわからない。ってことは自分で調べろってことだね。なるほど。市役所に行けばいいんかな。市役所で旧市街で画家とかで調べればいいかな。The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, 特別な絵というわけでもなさそうだがって、マーキュリオ自身が盗んだとかってことはないのかな、これって。Very subjective, Mr. Holmes.これがさ、すごいキリスト冒涜してる絵に見えて仕方がないんだけど、別に私キリスト教でも何でもないけど。I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see.
I'm not sure that you do. もういいから早く事件に行かしてくれ。Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect いい知らせをもっと戻ってきてくれたまえ。はい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 。何回言うねんて。重要な証拠を回収した。ここでのはもう全部なったね。で、とりあえずだから調べに行けばいいんだね。多分全ての証拠取ったから、今度こそ出口で市役所で画家で旧市街かなんかで調べればいいんかな。市役所じゃないんかな。そっか、市役所で調べられないか。家具ちょっといくらかな。家具いくらかな。このまま行けば家具屋さんに行きそう。楽しそうに弾いてんね。家具屋さんどこ？もうちょっと先。市役所じゃないか。警察。新聞社。どこだ？どっかで調べられる。どっかで調べられる。どういうし、新聞の記事が見たいんだけどな。新聞屋さんの、私の事件がどうなったのか。この人だよね、あの家具売ってる人。違うんかな、話しかけれないな。あ、この人か。Merhaba. It's a good day for a purchase. 25、あ、お金あるじゃん。買える買える。うわ、10買えん。25で10だね。次分かったよ。なんかどっかに新聞売りっていなかったっけ。あ、いた、新聞売り。ちょっと新聞売りのとこ行ってくる。ちょっとオリエンタルラグズ at a good price。 前回のだからポールが気になってんで、ポールどうしたのか。だからあとこの女神と2つあって、であと DLC メインはあと3つかな。だからなるべく早く試合やりたいと思いつつも、いた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 。どうなった？ The cheapest news on the island. Thank you. え、ゾウの話だけ？え、新聞ってどこで読むのこれ？新聞ってどこで読むの？これか？これか？え、違う。これか。ゴライアスは再び引き取られることになった。最初はセオドア・ギルデンが所有していた像は先週怒りで不幸な事故を招いてしまい、飼い主を殺すこととなってしまった。被害者の娘はゴライアスを処分しようと尽くしていたが、慈善家のファーガス・ティルハートという新たな引き取り手のおかげで像は一命を取り留めることとなった。ティルハート氏がすでに像、メスの像を所有しているという噂が本当であればゴライアスも喜ぶはずである。しかしながら復讐を望むギデオン城は法廷にて象の処刑を要求することとなった。
全然ポールのこと書いてねえんだけど。私は間違ったのかな、合ってたのかな、それすらもわからないって。いやね、ん、ここだよね。いやねえって感じだわ。ポールは無事逮捕されましたとか、なんかそういうのも載っててもよくない、新聞に。合ってました、正解ですみたいな。ないの？そういう。正解はなし。なんでも自分の好きにして、OK ってことなのかな？新聞屋さんになんかびっくりマークついてたんだけど。新聞屋さん。Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, あなたが何を考えているのか分かってる。婚約した女性に付きまとう謎の男。でも今は仕事の話をしましょう。But please, 何の話？特別任務の詳細が入った封筒を持っています。興味あるかしら？あるよ。今は無理だとは言わないよ。To be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger.So he claims he's not a girl sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous. やらなきゃいけない事件が増えた。まあでもお金がいるんです。全部多分家具買わないと最後のストーリー行かないような気がするから。密輸入団の集団ウナギ。ウナギ。コロナの市中に収めている大英帝国。あれ？え、ちょっと待って。私の超苦手なあの戦闘ってこと？戦闘やれってこと言ってるこれ。So even Mycroft has his limits. 嘘だ。You must be sure. 正しい倉庫を選ぶようにしてちょうだい。出なければ他の倉庫にいる連中が逃げてしまうわ。Because once one is compromised, the others' occupants will scatter. Here, もうあのバトルめんどくさいんで、だって弾込めてる間に後ろに回らないといけないんだよ。で、順番通りに行かないとパンサーを捕まえられないよってことは、何箇所か行って戦闘しなきゃいけないってことなんだね。なるほど。まあちょっとそれはいい、うなぎ狩り、いやそれはいいとして、ちょっとその前に先、うなぎ狩りの前に先よ、ちょっと調べさせて。一番倉庫とかはいいからさ、やるからちょっと調べさせて。よいしょ。人部著名人、地区旧市街だよね。え、ちょっとそれで出てこないか。これだ、マーキュリオの住所。名高い人物でしょ、だから高名な人物、巧妙な人物で、旧市街地で一面記事になったとは書いてないか。最近とかでいいのかな。これで出るかな。あ、出たわ。すごい人。すげえ、なんか実写っぽい人出てきた。芸術家の展示会での喧嘩。先週上流階級の芸術家の間で新たな事件が発生した。ことが始まったのはコロナの芸術家たちに大敗の踊りと名付けられた絵画の展示会だった。ライオン出版社の社長であるダロン・もうカタカナ嫌い。ターウィックがデカタン派の画家であるボナファス・マーキュリオに椅子を投げつけたのだ。ターウィック氏は後に椅子を投げたのはマーキュリオ氏に侮辱されたからだと述べている。コーヒー店にいる
マーキュリウスとターウィックが最近になって目撃されたことを筆者は追記しておく。その後、マーキュリウスを守るため、交響楽団の指揮者であるカート・ギャラガー氏がターウィック氏の頭を絵画で殴った。誰が何をしたかわからん。多くの客を巻き込み、大きな喧嘩が勃発した。喧嘩の参加者たちは全員逮捕され、1週間拘留された。なんと衝撃的な出来事だろうか。読者処刑には、展示会で土産物を手に入れることをお勧めしたいが、展示会はすでに終わりを迎えている。しかし、マーキュリオ氏は読者処刑に、彼の家を訪れて絵画を買うよう促している。彼の住所は旧市街地区、スカーレット通りと、スカーレットとオリーブの間のヘルメスアベニュー。私がだからそういうのだから出かけるとそういう場面に遭遇するっていうようなあれだね。絶対こういうのを目撃しちゃう側だな私は。わーっていう。今だったらあれだろうね、スマホでガンガンそのムービー撮ってツイッターとかに流れてるだろうね。ところでよ、それもそうだけど、うなぎ狩りはどうなった？お前の任務はうなぎギャングのフレドリック・パンサー捕らえることでしょ。パンサーはシルバートン地区にある倉庫のいずれかに潜伏していると我々は考える。状況を慎重に見定めるようにしてくれ。間違った倉庫に入ればパンサーは逃がしてしまうだろうから、チャンスは一度しかない。ってことは、これ間違ったところに行くともう、このミッションは終わりってことですな。内通者のファイル、マイクロフトの工作員はうなぎの内通者から情報提供を受けている。情報提供者は3番倉庫の近くにいるはずだ。彼は退役軍人で戦闘中に片目を失っている。情報提供者へ使う暗号は、その魚はいくらですかだ。しかし接触する人物を間違えれば彼の立場は危険にさし、彼と話す機会を失ってしまうだろう。うなぎに潜入するためにはギャングの一員に変装する必要がある。一番確実なのはウィリアム・ハート、通称ひどい顔のビリーに変装することだ。情報によれば彼は最近自分の死を偽り行方をくらませた。シルバートンの新聞に死亡記事が掲載されているはずだ。新聞に死亡記事見なきゃいけないのかなこれ。うなぎの副官トップハート・ジョーンズは下っ端のギャングよりも情報を持っているだろうが、仲間以外と話すことはあるまい。彼はシルバートン地区にあるフィンチ缶缶詰工場の北側にいる。はあ？とりあえず、新聞屋さんで、シルバートの新聞に死亡記事、ウィリアムハートを調べればいいのか。今新聞屋さんにいるからちょうど調べてみるか。私絶対これ倉庫間違えそうな気がするんだけど。ちょっと調べ物を。人物、有名人とかじゃないよね。時代最近、死亡記事、シルバートン、これでいい。出るかな。ウィリアムハートの死亡記事。シルバートンで起きた不幸な事故で29歳のウィリアムハート氏は死亡した。父であり誠実な市民である同氏は妻と5人の子供にその死を読めなくなった。あの格好しろってこと。ウィリアムハートの格好。
どこだっけ、ニニの仕立て屋かなんかに行かなきゃいけないのかな。服屋さんって確かそうだよね、ニニの仕立て屋さん。せっかくだからメインよりバトリに行く、あと30分しかないからね、30分でメインどこまで進むかよりもうなぎをやりに行きますか。うなぎ発音がわからん。ニニの仕立て屋ってどこだっけな、忘れちった。わ、1番倉庫、2番倉庫、3番倉庫。え、ニニの仕立て屋ってどこだっけ。副商人でいいのかな、仕立て屋に行かなくても別に。ね、副商人ここ行きやすそう。行ってみよう。レンタルがあるよね。副商人ってどこですか。どの人が副商人ですか。待って待って、どの人が副商人。私の右ん、違うな、左。え、どこが副商人？ん？この人？どこだ？ふ？副商人ってどこ？家の中？違うな。近くなんだけど、ここなんだけど、どうやって行くの？後ろの道？どっか服屋さんある？ここの中か。Nice affordable clothes. Step right up. いた。Let's pick something that suits you. レンタルあるのかな？ないのかな？あ、借りがあるよね。オスマン商人の服、アフリカ人犯罪者の服、水兵の服、ボヘミア風の服、町の喧嘩屋。え、あの人の服っていうのはないの？シルバーハートの服っていう売り方はしてない？これがいいけどな。わ、そんな売り方してないんだな。Don't leave.この服だから胸元の空いてる服でしょ。見にくい顔にし、Take one more look.どんな格好？ Let's pick something that suits you. 2つあるんだよな。胸はだけてる服。
ボヘミア風。こっちでいいのかな？街の喧嘩屋。これ借りよう。と、帽子はいらんよね。マスクもいらん。なんか顔に傷があるとか言ってなかったっけ？ひげね、いらん。偽物の傷跡、これでいいんかな？黒あざの化粧。いや、これでいいんだよね、多分。あ、なんか借りれないってなったけど。これでいいんかな？ Be careful with what you've taken. 借りてなくない？お金なくて借りれないとか言う？もしかして。Let's pick something that suits you.あれ、着てなくない？え、借りるのはタダじゃなかった？これ借りて。なんでブーンっつって借りれないの？なんで借りれないの？Be careful with what you've taken. Don't pass by. Welcome. ボヘミア風じゃないんだけど。Let's pick something that suits you.待って待って、なんでマジで借りれないの？こっちこっち。ボヘミアじゃなくて街のゴロツキ風を借りてたんだけど。なんでこれ借りれないんだろう。ブーンってなって借りれないんだけど。あざでいいのかな？なんかあざってなかった？これでいいのか？傷のある顔ってやつか。なんか借りてんのか変わってんのか変わってないのか全然わかんないんだけど。Be careful with what you've taken. わからん。変わってるよね。一応目は傷あるか。これでいいか。わからん。で、たどり着くまでに終わっちゃうね、これ。で、どこ行けって？ここだよね。3番倉庫の近くにいて、彼は退役軍人で戦闘中に片目を失っている、だから3番倉庫が、さっき見たここだよね。だからとりあえずここに飛んで、さあ、もう失敗したらこれで終わりだしな。逃げたらまたなんかもう一回とかないのかな。とりあえずまず左に向かっていく。3番倉庫の近く。この道を行けばいいんだよね。退役軍人で片目。
右だね。人を間違っちゃいけないってことは似たような人が多分いるってことだよね、近くに。この近くでしょ、3番倉庫の近くにいる退役軍人で片目を失っている、このおばちゃんでは絶対ないよ。退役軍人で赤ん人馬の世話をするこの人かな。上半身裸でいるけど漁師だ。押し花収集押し花収集してる人では絶対ないな。3番倉庫の近くにいる人。マイクロスインフォーマー should be somewhere around here. Try not to mess it up or you'll blow his cover. あ、これで探せってことか。今やっとプラグが立ったのね。アラブ人のスリ、ウェールズ人の密輸業者ギガン、あれでも片目だって言ってたよな。片目怪我してる。アルバニア人のスリ、鳥を養育してる。あ、左目が見えない。左目が見えない。戦闘中に片目を失っている。でも義眼、左目が見えない人と義眼の人とかいるんだけど、どっちよ。どっちも退役軍人ではないんだけど。アラブ人の密輸業者、ウェールズ人の密輸業者で義眼。スコットランド人の泥棒こんだけしかいなくない？まだいる？まだいるな。ちょっとで、これどうだったっけ？どうやってやるんだっけ、これ。なんかこれ聞き耳立てるのどうやってやるんだっけな。アラブ人の強盗、編み物するんだってこっちトルコ人の泥棒で未婚。どうやってこうか。ギャングに賄賂をもらっているのは誰？知らんて。楽な仕事でどう？ダメか。先月の襲撃ダメか。賄賂渡し続ける。賄賂、酒がいる、休みを取るこれいつも当てずっぽうだからわけわかんないんだよこれ。 Why do we have to pay them?楽な仕事は、あ、違う違う違うっつった。賄賂を渡し続けて、あ、違う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 。警官、ギャングの緊張、賄賂、あこれ本当にさ、こんな近くで聞いてたら絶対怪しまれるし。ギャングの緊張はいるの？いらないのか。警官たちはいる。賄賂もいる。楽な仕事、先月の襲撃、賄賂を渡し続ける。これ3つでいいんだね。警察官に賄賂を渡し、この倉庫を見逃してもらっているとウナギのギャングたちが話しているのを聞いた。え？いや、それと退役軍人は、それと退役、うわ、びっくりした、急に寝た。え、軍人いなくない？この人誰？鉱山府の無宗教。え、あの中よね、やっぱり。あの中の誰かよね。いないもんね、この辺。軍人、片目を失っただから、でも目が見えないって言ってんだよ、この。
アラブ人の密輸業者。左目が見えない。全然さ、元退役軍人っていうことは書いてくれないんだよね、これね。もういないよね。ここはこの二人だけだよね。だからこの、だから問題はだからこの左目が見えない人か、義眼の人かなと思うんだよね。アラブ人のスリと宗教家。密輸業者、義眼。こいつじゃないのかな。退役軍人っぽくない？同じこのスリの格好してるよね、一応。私のその悪い格好はしてるよね。クリケットする泥棒は関係ないよね。で、編み物する人と、泥棒の未婚の人、こんだけしかいないんだもん。だからもうどっちかだよ、どっちか。こいつじゃん、あ、違う、こいつじゃない？固め、思いやりがあるかどうかは分からんけど。その魚はいくらですか？その魚はいくらですかって聞くんだよ。その魚って魚なくない？この付近に。かといってこの人も魚売ってないけど。でもお酒の密輸業者、単なる密輸業者。他にいないよね、人。なんか実はこの中に隠れてるとか、そういうことないよね。もうどっちかだよね。3番倉庫の中入っちゃダメだよね。ねえ、どっち？俺がもうここにいるのはわかるけどさ。こっちとかにいないよね。イタリア人甲府、うつ伏せで寝ている。甲府、ここ、投資ができるんだってすげえな。違うわ。遠視か？遠視か。投資ができるのかと思った。喫煙か。いや、もう超行こう。いいや、もう。違うかったらごめんね。あれ？この人さっき裸だったのに服着てる。え？変わったんだけど。コルドナ人殺しや思いやりがあるパグ犬飼ってる人に変わったんだけど。あれ？ちょっと待って、扁平足。ちょっと待って、人変わったんだけど。人変わるってそんなことある？あ、でもこの人たちは変わらない。クリケットする。この人たちは変わらないけど、トランプやってる人たちが変わった。左目失った人いなくなったからさ、もう 100% ね、パグ犬飼ってる人に変わったもん。ありがとう、選択肢を減らしてくれて。そんなことあるの？この人だよね。もう一回見とくわ。うん、この人。はい。May I ask for your assistance? Hey, you're a lucky man. I know about this. 来た。
内通者はパンサーの居場所に関する情報を持っていなかったが、ギャングが3番走行の警護人の数を減らしたと教えてくれた。3番走行の警護人の数を減らしたと聞いた。あともう一人なんか情報をくれる人がいるって言ってたよね。どこだっけ。これこれ、うなぎの副官。情報を持っているだろうが、仲間以外と話すことはあるまい。シルバートン地区にあるフィンチ缶詰工場の北側にいる。ここに行ってみようか。シルバートンってここだな。ここだ、ここの北にいるって。じゃあこのまま道をまっすぐ行って、3番倉庫の人数減らしたっていうから、3番倉庫入れるのかな。入れないよね、ほら。だからあっち見に行ってみよう。これを証拠に固定して、フィンチ缶詰工場。今私が見ている道をまっすぐ。この格好だったら多分話聞いてくれるんだよね。で、大通りに入ったら左。この辺ってことかな。いや違うな、全然違う道入ったな。こっちか。あ、どこだ、缶詰工場。いや、どんどんなんか変なとこ入り込んでる。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。缶詰工場どこだ。え、どこここ。このまままっすぐ行って大きな道を左に行けばいいか。行けない。行けるわ。ここ缶詰工場、この辺ってことかな。缶詰工場の北側って言ってるから、左、今いる道の左、こっちか。これの上かな。この辺にいるんじゃないの。でもさっきみたいにテロンとかって出ないよね。スウェーデン人の庭師、水ぶくれができてる。違うな。缶詰工場の北側ってどこだろう。お月様が出てる。歌うまい。物もらいだって。この人かな、さっきの格好の人っぽい。密輸業者、転換持ち。あ、そういう、なるほどね、コンパスね。缶詰工場の北側って言ってるのがどれぐらい北側なんかがわからないんですけど。
ここが缶詰工場であることは間違いないんですか。これ3番って書いてあるけど、ここが缶詰工場ですよね多分。これフィンチ缶詰工場。はぁ、の北側にいる。それがどこなんだろう、北側って。56分だな。探せない。この人は陶芸家で動物を恐れてる。北側ってどこ？ここであることは間違いないけど、地図でさ、北とか南とかって、あ、そうか、分かった分かった。ちょっと待って、ここがフィンチでしょ？ウエストだから、こっちに行けばいいのかな。サウス、北側ってサウスでしょ？サウス側に向かって行けばいるってことなのかな、缶詰工場の北側。どこにいるのよ。もうこの辺にいる人全部調べたら分からんわ。もうこの人探し頼むわ。そうですとか書いてくれないかな、この人ですみたいな。マップの上、この地図上の上ってことは、この辺ってことでしょ。コンパスマーク、この辺ってことですよね多分。北側って多分缶詰工場の北側ってこの辺ってことですよね。この単道なんとか通り。そこにいるのかな。眩しい、めっちゃ眩しい。ここ？いや、これなんか行き過ぎてる。え、こっからぐるっと回らないとここには行けないのかな、もしかして。こう行かないといけない。本当？酔っ払いでナイフ隠し持ってる。物もらい。これがそうですよね。ここの道ですよね。仕立て屋。大工。庭師。詐欺師。てかこの人じゃね？コルドナ人強盗、思いやりがある、知覚が鋭い。この人じゃない？
違う？北側にいる。何でしょう？ I can't seem to find the boss. Where's Penza? I'm not your nanny, you daft muck snipe. I need to get more men to warehouse too now, so quit bothering me, will you?2番倉庫に人を送って3番倉庫人いなくなったって言ってんだけど、2番倉庫に行けばいいのかなこれというか12時なのでここで終わりですね。とりあえず次回何事もなければ月曜日にうなぎやりたいと思います。2番倉庫に人をやる必要があるって言ってるから多分2番倉庫に行くんでしょうね。はい、というところから始めたいと思います。ではお疲れ様でした。